おやー、こんなところで奇遇だね。こんにちは。よかったら私の取材手伝ってくれない？いいですよ。いらっしゃいませ。ただいまカップル限定イベント開催中です。は？お待たせしました。おお、これこれ、このカップル限定スイーツの写真が欲しかった。こういうことですか。浮ついた行事と思うことなかれ、今や大衆ニュースとして発展してるんだよ。へえ。あとスワップイベントとか。それは怖そうでしょ。ストローの口を舌で押さえてジュースを吸い上げるのをおふざけ以外でやる人初めて見た。ちょっと寄っていこう。ん？すみません、現在カップル限定のイベントでして。カップルです。はい、すみません、帰ります。割烹席です。初めて座るな。カップル席ですね。割烹席だと。カポカポするんだ。どこしょっと。出よう。え？映画と津田の様子は？カポカポだよ。じゃあ私だけ出る。さよなら。なんて激しいキス。え、どちらかというと切ないキスじゃん。このヒロイン舌を奥まで入れられてうーってなってるとこじゃ。映画の評論記事だけは書かないでね。最後はカップル限定足湯施設。一日中歩き回ったから気持ちいい。そうですね、ずっとこうしてたいですね。え、まさかそれってずっと私とカップルのふりを。足湯がだよ。